この間点滴した後は何も今まで別に普通でした。しょんぼりしながら今回ね大丈夫でした。で、なんか時間はいつぐらいに入れたんですかね。この間ってなんだっけ、採血して、はい、点滴いただいたんですけど多分起きるぐらいだね。あ、なんかここにすごく溜まってる時と、はい、前回今回ほとんど溜まってなくて、だからそれもあったのかなと思って。溜まってる時、溜まってる時ってそこから吸収しなきゃいけないからさ、うん、なんかね、きつそうなんですよね。そう、それがきついかも。お昼ぐらいに試してるから、帰ってたのは夕方です。夕方ですね。だからここにいる間が強かったのですよ。さっき言いたいですよ。はい、大丈夫です。次回。7200もあるんだけど。なんででしょうね。この間、うちの950。あ、でもその前7200あったんだ。うん、ある時も。重いなと思ってありますね。隠したい時に。消せないんだね。7200なんだ。でもあの下痢したりとかあしてないですね。吐いたり、吐いたりもないんですね。どうしてもね、あの痛み止めのねステロイドがね、うん、お腹すくんですよ。でまあ、それでまあ反対に言うと食欲がない子には食欲が出てきてね、うん、いいんですよ。うん、でまあ2週間単位で量を下げてるんですけど、あんまり一気に下げるとね、食べなくなっちゃったり、またお腹痛くなったりすると困るんで、2週間単位にほんのちょっと下げてます。例えばこの間ね、1.79 だけど、その前で 2.1 で、多い時は7ミリぐらい使った。それをまあ1割から1、2割下げてる。で、それで2日に1回投与にすると副作用も出にくいし、まあステロイド効果もいい効果が出るかなと思う、ということなんですね。検査の詳細は結果はね、来てるんですね。ちょっと今から来てますね。永田さん、ピースのさ、12日のさ、ドライキング。受付業務まだあるよね。ね、さくらさん、ごめん。はい。ちょっと、はい。今日サポートして。はい。